います。よろしくお願いします。それではオフィシャルから質問です。現在の心境はいかがでしょうか？まあ、コンディションバッチリなんで、もう早く戦いたいって感じですね。先日お誕生日を迎えられたので。ああ、そうですね。ありがとうございます。ちょっと減量中だと思うんですけど、はい、お誕生日はどんなように過ごされたんですか？誕生日は、練習してましたね。その日が最後の練習日やったんで、その夜は練習してましたね。じゃあ誕生日のお祝いは試合に勝利して。そうですね、はい、自分の誕生日プレゼントにちょっと買ってこようと思ってますね。ありがとうございます。対戦相手の印象を改めて教えていただけますか？まあ打撃が強い選手というか、もともとそのワンとか立ち技の方で実績残してる選手なんで、まあ、やっぱりその立ち技のレベルで言ったら日本でもトップクラスと思うんで、まあ、そういうのを体感できるのが楽しみですね。先日あのライディングコンペティションズが公開されたんですが、はい、今回 その萩原選手と鈴木選手の試合をガンギマリ MMA、うん、はいはい、インパクトのあるワードでこう表現されてたんですけど、はい、ご自身でどんな試合展開になると？いや、もうその表現通りもうガンギマリ MMA になると思いますよ。もうぴったりな表現と思ってますね。っていうのはやはりこう、もう激しい試合というか、もうそのファンのみんなが見たがってる、もう打撃のスリリングな攻防が見れると思いますね。10月、11月、12月、3ヶ月連続3戦、はい、ってことなんですけども、仕上がり的にはバッチリ？バッチリですね。でその10月からずっとその追い込み練習というか、激しくやってるんで、まあ、そのいい状態のまま次の試合、また今回の試合っていうのも進めていってるんで、もうコンディションで言ったらもう最高やし、その連戦がまあさらに自分を強くしてくれてるなと思いますね。ありがとうございます。オフィシャルからは以上になります。はい、その他ご質問ある方いらっしゃいましたら、媒体名とお名前とご質問をお願いいたします。ご質問あるマスコミの方いらっしゃいますでしょうか？はい、それでは細かく松山さんお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、今あの連戦の話がありましたけど、はい、まあ、3年前にはライジンを大晦日の試合をテレビでご覧になった萩原選手が、今年は10、11、3連続で試合ということで、はい、コンディション作りという面ではあるですけれど、でもそのダメージの心配もかなりあります。実際のところそれはいかがですか？まあ、ダメージは特にその10月、11月もそんなに大きなダメージというか攻撃をもらってないんで、その外傷的なダメージっていうのは全くないんですけど、まあ、その水抜きがやっぱり今回続いてるんで3回、まあ、そこがまあちょっと不安要素としてはあるんですけど、まあ、でも今回もそれを見越してその事前にちょっと水抜きの落とす量を減らすために食事でも制限してきたんで、まあ、その辺もまあそうですね、いつも通り、いてくれたらいいなって感じですね。通常体重をキープしてた。そうですね。今回前回の庄司戦ではセコンドに岩崎さんがついていて、はい、組の展開のところでは非常に良かったかと思いますけれど、今回の試合では どんな形になりそうですか？まあ、今回も岩崎さんがセコンドについてくれて、まあ、試合に挑むんですけど、まあ、その寝技の展開にもしなった時にその岩崎さんの指示が入った方が僕も冷静に動けるんで、でまあ、岩崎さんもまあ寝技の展開にならへんやろっていうのを言ってたんですけど、まあ僕もまあなることはないかなっていうのを思ってるんで、まあその怪物くんが倒れるまで殴り合いしようと思ってますね。その鈴木選手ですけれど、はい、まあストライカーとで例えば平本蓮選手と戦った時の、はいはい、ストライカーとは全く異なるスタイルだと思います。はい、でオープンフィンガーグローブでも戦っている、彼の打撃スタイルについてどういうふうに捉えてますか？まあ、打撃スタイルは、まあ、単調かなっていうのを思うのと、まあ、そんなに特別、うん、その警戒しないとあかん、その強力な武器っていうのも、まあ、あんまり感じられへんかったんで、まあ、そうですね、その去年やった平本蓮とか、まあ、10月に対戦した朝倉未来とか、まあ、そういう選手の方がまあ警戒する点は多かったかなと思うんで、まあ、その点今回鈴木選手はまあその組み立てやすいというか、まあ、攻撃パターンとかもそんなに多くないんで、まあ、こっちの距離でずっと戦っていれば問題ないかなと思ってますね。
もうすごい自信ですね。もちろん。その今回の試合を超えて、あのフェザーの中で改めてこうご自身のポジションを確立させたいっていう気持ちもあるでしょうか。そうですね、まあ、それはもちろんあるし、でやっぱりその鈴木選手を今回打撃で倒した方が自分の株も上がると思ってるし、でそこでやっぱりあいつの打撃は半端ないなってなると思うんで、今回ちょっと世間にそういうふうに思わせたいですね。とはいえ打撃とはおっしゃいますけど、 MMA の打撃という意味では萩原選手の方に一律の長があるんではないでしょうか。そうですね、まあ、そこに関しても僕の方が上だと思ってるし、で、まあ、正直実際組んで戦った方が勝率は上がるっていうのも分かってるし、まあ、そっちに関しては部があるっていうのも分かってるんですけど、まあ、やっぱり大晦日やし、まあ、今回祭りやし、まあ、自分も打撃が得意なんで、まあ、その相手もまあ打撃が得意っていうので、お互い そのストロングポイントが一緒なんで、まあ、そこの激しい打ち合いの展開になるかなと思ってますね。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。はい、それではEファイト安藤さんお願いします。Eファイトの安藤と申します。よろしくお願いします。お願いします。今先ほど対戦相手の鈴木選手の打撃の印象として、その単調で、まあ、戦術、作戦を組み立てやすいというふうにおっしゃってましたが、それ以外その、まあ、言える範囲でお願いしたいんですが、何かその穴というかそういったものは見つかりましたでしょうか。まあ、穴というかそのスタイルがその昔の映像を見ても昔から変わってないん でやっぱり鈴木選手 もう穴として、まあ、ベテランのその仲間に入ると思うんですけど、やっぱりそこまでそのファイトスタイルが出来上がってたら、新しく MMA やった時にその新しいことをなかなか入れにくいと思うんで、やっぱその昔からのそのスタイルの癖っていうのは絶対抜けないと思ってるんで、まあ、そういうところが今回その穴というか キーマンになると思ってますね。ターニングポイントになると思ってますね。まあ、対峙してみないと、まあ、分からない点かもしれないんですが、まあ、鈴木選手の試合映像を見た限りで、その例えばパンチとか、まあ、そういった打撃のスピードとか重さですね、うん、はご自身の方が上だというふうに確証しますか。まあ、蹴りのスピードとかやっぱりその辺に関してはそのやっぱ速いなと思うし、まあ、鈴木選手も、まあ、その重たい蹴りやろうなっていうのを映像を見て思ったんですけど、まあ、僕もまあそういう蹴りをなんていうんですかね、その経験するのが初めてのことじゃないんで、その鈴木選手よりもっと強いキックボクサーともスパーリングもしてるし、その辺に関してはもう不安要素がもうマジで全くないですね。うん、なるほど。そしたらその例えばなんですけど、まあ、先ほどほとんどスタンドの展開になるだろうというふうにおっしゃってましたが、はい、例えばまだ鈴木選手ってそれほどその組とか寝技の中そういったものを見せてないですが、このあたり打撃以外の部分で組とか寝技において警戒している点とかってありますか。まあ、向こうはそのシュートボクシング出身なんで、やっぱ投げ技とかそういうのはできると思うんで、まあ、でも別にそこを特別警戒してるってわけでもなくて、まあ、最悪投げられたら別に立てばいいやって感じなんで、まあ、そんなに特に警戒はしてないですね。そのチームで作ってきた作戦もその完全にもうなんていうんですか、その細分化して出来上がってるんで、まあ、そこを、まあ、冷静にやってたら、まあ、怖いところはないかなと思ってますね。先ほどそのご自身のその発言を聞いてると、もう圧勝完勝っていうイメージを非常に受けるんですが、うん、今回試合の中で例えば何ラウンドで KO とかこういう形でとかいうのは何かイメージされてますか。まあ、2ラウンドまでには仕留めれるかなと思ってますね。なるほど。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。続いて合格松山さん、再びお願いします。すみません、1点だけ。相撲家ジムでの、松山代表と の練習に加えて、チーム吉高での練習もまだ続けられているという形でしょうか。はい、そうですね。チーム吉高も12月何回か練習行かせてもらって、その吉高さんにもいろいろとその知恵を教えてもらって、はい、でその吉高にいているサウスポーのキックボクサーともスパーリングもやって、まあ、感覚っていうのをつかめたつもりなんで、まあ、そこも、まあ、継続していってるんで、まあ、全然、まあ、鈴木選手 の、まあ、蹴りパンチとか
まあ、そういうのは全然怖くないなって思いますね。小島選手とか西岡選手とか。ああ、そうです、そうです。うん、わかりました。ありがとうございます。